のオンラインゲームの話なんだけど。前に言ってたルビーの某ゲーム？いいえ、ラステーションの某有名。本当にみんな遊んでたんだな、あのゲーム。別に寂しくなんてないからね。で、どうしたの？当時のギルドメンバーから久しぶりにメールが来たの。あ、もちろんゲーム専用のアドレスよ。私がルビーの女神だなんてことは明かしていないわ。まあ明かしたところで信じてもらえないよね、きっと。何か含みのある発言。ゲホゲホ、そんなわけないじゃん。何のメールだったの？ゲームを引退した時、挨拶ができなくて申し訳ないっていう内容だったわ。もうずいぶん前のことなのに。ずっと気にしてたのかな。そうね、あのメンバーはプライベートを全く詮索してこなかったし、距離感がちょうどよかった。そういえば私も含めてギルドメンバーは全員男性アバターだったけれど、多分みんな女性ね。え、ブランも男キャラだったの？てっきり他のゲームではナイスバディでぼよよんなお姉さんになりきるんだとばっかり。おい、何が言いたいんだ。なんでもない、なんでもない。いやー、ゲームで生まれる友情っていいな。やっぱり最近似たような話を聞いたばかり。もしかしてゲーム業界狭すぎ？次の方お入りくださいです。実は最近悩みが。私にできることは皆さんのお話をただ聞くことだけです。ええ、分かったわ。率直に言って私、ラステーションの女神のなりきりだとか、名前にルーがついてて黒髪ツインテールだ、否定すればするほど怪しいと思われてしまうし、偽物扱いされるのはやっぱり嫌だ。かといって公認アカウント化してもらうのも職権乱用っていうか、一プレイヤーとして自然にプレイ。それでも私はこのゲームが好きだ。ぽい、ごめんなさい。お気になさらず、聞くだけならいくらでもと言ったのは私ですから。いらっしゃい。
いかな。これで決めろ。
Yeah!